さんこんにちは、こんばんは。みさこスタイルみさこです。さて、スペイン編ご視聴いただいてありがとうございます。スペイン編ももうあと帰国だけっていう状態ではあるんですけど、いろいろありすぎて慌てててカメラを回してないっていうことが多すぎたので、ちょっと帰国した現在の日本のみさこさんがお話をさせていただきたいと思います。まずですね、スペインから帰国するにあたって PCR 検査を受けました。で、この陰性証明書がいろんな事件を巻き起こすんですけれども、陰性証明書を取ったら日本の政府が作っている MySOS っていうアプリに登録する必要があるんですよ。まあ、しなくても帰国した時に空港で見せればもちろん OK なんですけど、この MySOS っていうアプリが、まあ、事前に陰性証明書だとか、こう滞在国とか入力することによって帰国時空港でその画面を見せるだけで通れるっていう状態にまで持っていけるんですね。陰性証明書、まあ、メールで届いて PDF のものをそのまま添付しました。なんですけど、何度も跳ね返ってきてしまって、これはどうしたものか、なんで跳ね返るんだろうっていうのが分かんなかったんですよ。で、それがまあ数時間後に、その陰性証明書には検体の採取日時が書かれていませんっていう情報が来るんですよ。採取日時が書かれていない、つまりは帰国する前の72時間以内に検査したよっていう、その72時間っていう証明ができないわけですよ。これはまずいと。で、それが跳ね返ったぞ。で、その理由が分かったのが、もうグランカナリア空港に着いた状態で、出発の2時間前ぐらいに分かったんですよ。これは大ピンチ、出国できないかもしれない。で、ちなみに今回の日本までの帰国ルートがグランカナリアからマドリード、ここは同じスペインですね。で、その後ドイツフランクフルトで、モンゴル成田の予定でした。空港にもいるもんですから、ドキドキしながらチェックインカウンター行ったんですよ。ここで陰性証明書出してダメって言われたらもう乗れないんですよ。なんですけど、ちょっと予想しなかったことが起きて、航空会社2つ使ってたらしくて、ここではフランクフルトまでの航空券しか出せませんって言われたんですよ。どういうことかというと、日本までの航空券を出す場合は日本に入国になるので PCR 検査の陰性証明書いるんですよ。フランクフルトまで行くってなったらいらなかったんですよ。なんでグランカナリア、マドリード、フランクフルトまでの航空券をゲットして、ちょっと寿命が伸びたんですよ。まだ何も解決してないの。ドイツまでは行けるらしいのよ。で、まあ一旦出国になりました。もう出国しちゃった。でも不安がまた押し寄せるわけですよ。今度フランクフルトに行って新たにチケットを手に入れなきゃいけないってことは、ドイツに入国することになっちゃうんですよ。これがまた不安要素。出国の72時間以内の PCR 検査をスペインで受けていて、スペインの陰性証明書を持ってるんですよ。ドイツ入国したらドイツの陰性証明書が必要になるんじゃないかと思って、やっばと思って、で、飛行機確認したらフランクフルトでの乗り換えって2時間ないんですよ。2時間以内に陰性証明書をゲットしてもう一回チェックインカウンターに並ぶってかなり無謀なんですよね。マジで焦りました。やっべえなーって。で、ちょっとここで余談を挟むんですけど、私今回そのグランカナリアまで行った目的がビーチサッカーの試合を見るためです。というのも、私お付き合いさせていただいている相手が、東京ベリービーチサッカーチームのゴールキーパーで、初めて日本代表に選ばれたっていうので見に行ったんですよ。まあ彼は日本代表です。なので現地で交流は一切していません。それこそコロナとかもみんなピリピリしてるし、直接お疲れ様って現地で言えるような感じではなかったので、で、泊まってるホテルも聞いてました。なんであえて別のホテルも取って本当に会ってないんですよ。すごい徹底してました。なんで成田で会おうねっていうのをこう連絡取り合ってたぐらいだったんですよ。なんですけど、グランカナリアから飛行機乗ったら、こうチケット持って通路歩いてて、あそこだと思ってパッて視線を下にやったら、窓側一席空いてて、その隣に彼が座ってるんですよ。えっと思って、
あのそこは何々ですかみたいな、番号 F-212 とかですかみたいな言ったら、はいって言われて、あんだけ徹底して1週間過ごしてたのに帰りの便隣の席だったんですよ。ビビりました。いやもうなんかグランカナリアでもその入国そのチェックインカウンター並ぶ時も、あの選手たちが全員チェックインしてもう行ったのを見てから並ぶみたいな、そんぐらい徹底してたんですよ。まあ帰り本当に同じ飛行機しか取れなくって、他は行きも帰りも全部別なんですよ。グランカナリアからそのマドリードに向かう飛行機っていうのは本数少なくて、で試合最後やった後の深夜2時発とかだったんで、もうそれで出るしかないんですよね。なんでその飛行機だけ一緒になっちゃった、ごめんって思ってたのに、まさかの隣席。ちょっとあの日本代表がざわつきましたねびっくりした、本当にやっぱと思っちゃった。まあまあ帰国だからいいでしょうということで、そんなこともありました。これはちょっとね、わーってなった感じでしたね。話を戻しましょう。その飛行機に乗ってからもう私の頭の中はですね、もう彼の隣とかじゃないですよ。もうずっと帰国できなかったらどうしよう。で、この状況になってるの彼ももちろん知らないわけですよ。飛行機の中でも喋らないようにと思ってしてたんで、これは困ったとで、マドリード着いて、で、そっからもうバイバイなので、フランクフルト飛びました。入国しました。フランクフルトの空港の中見たら、地下に PCR 検査場があったんですよ。あ、これでもしドイツの陰性証明が必要だったら、ここで受けれると思って地下行ったら、結構値段のランクがたくさんあって、24時間で検査出ます。半日、あと1時間30分。あと、日本政府の、書式で出しますみたいなとこも結構いろいろあって、わっすごいと思ったんですけど、なんせ乗り換え2時間ないんですよ。から1時間で結果出るも微妙なんで、30分っていうのがあったんですね。で、30分が280ユーロぐらいしたのかな、バカだけと思って。で、さらになんか日本の書式にやるとさらに高くなるんですよ。嘘でしょと思って、で、そこのスタッフのお兄ちゃんに、今実はこういう状況でね、私はスペインから来てスペインの陰性証明書を持ってるんだけどさ、みたいな、でもここでやるとさ高いじゃんって言って、いや高いね、それ持ってるんだったら一回モンゴル航空に確認してみたらって言われて、ダメだったらおいで、すぐしてあげるからって言われて、ありがとう、行ってくるよと思ってモンゴル航空並ぶんですよ。大行列、1時間半以上並んだのかな。午後3時出発の便だったんですけど、2時50分の段階でまだ並んでるんですよ。いやこれ乗れんのと思って、結果そこからもちろん PCR 受けるわけにもいかないし、そこまで並んでようやくあと 2,3 人ってところまで来てるから、これを抜けるわけにはいかないと思って、もうダメだったらしょうがないと思ったところ、スペインで受けた PCR 検査のクリニックからメールが届いていて、まあ事前にメールしてたんですよね。ここに検体採取日時が記載されてないということで、日本政府から跳ね返っています、どこでもいいのでその日時を記載してくださいっていうのをメールしてたら返ってきたんですよ。本当にもう目の前に 2,3 人いるっていうカウンターでね、 2,3 人前にいるっていう状態で、もうあとちょっとってところで返ってきて、日時が書かれたものが添付されてたんですよ。で、それをチェックインカウンターで見せたら OK で通れたんですよ。緊張した。もうだってもうフランクフルトで一泊する覚悟ですよ。何もわからんドイツで一人で帰国も翌日かな、もう仕事入れてたんで、これ乗れなかったらその仕事ごめんなさいしなきゃいけなくて、いやーなんとかなってよかったっていう感じですよ。で、そのドキドキを一応共有する相手がいて、ずーっと一緒に並んでる時に一個前の方が韓国の方で、ふとしたことでちょっと仲良くなったんですよ。本当にふとした、なんで話しかけたか、なんで話しかけられたかも全然覚えてないけど、まあ多分長いね行列間に合うっけみたいな、この飛行機に乗る方で合ってますみたいな話しかけて、お互い片言の英語で、ね、女性だったんですけど、たらどんどん話してて盛り上がってて、2人でインスタ交換したら、なんか似たような写真を上げてるんですよね。食べ物食べ物時々風景、食べ物食べ物時々風景みたいなそんで仲良くなっちゃって、これ似てるねうちだみたいになって、
っていうのもあって仲良くなって、その方とずっと喋ってて、これどうしよう私乗れなかったらとか言ってたんですけど、そのうちなんか2校後ろぐらいで片言の日本語同士で喋っている人がいるんですよ。明らかに1人が日本人で、もう1人は見た目的にはアジアの方、まあ結果韓国の方だったんですけど、でとうとう私たちもそこに話しかけて、そしたらその男の子は、まあ、ドイツを拠点として19歳で頑張っているテニスプレーヤーの井上元気くんっていう子だったんですよね。わーすげー、なんか世界広いとか思いながら、なんとか無事航空券をゲットしました。この段階でもう14時50分とか3時初の便だっつってんのに今出されるのかいと思って4人で猛ダッシュしました。いやもうよかった、なんとかなって。ということでようやく美佐子さんはそのダッシュ中にカメラを回しましたので、そちらをご覧ください。ということで、どうも無事乗れるみたいなんですよ飛行機。ただね、現在時刻2時51分、飛行機で時間3時、でもまだ私たちの後ろにもたくさん並んでいた。果たしてこの時をどうするのか。フランクフルトの空港チェックイン終わったら撮ろうとか思ってたのに、全然外撮れてない。でももうしょうがない。めっちゃこれでも全力疾走なんて、膝の水抜いてみたしね。頑張ります。でもこれね、飛行機遅れたね、次の乗り換えがね1時間50分とかだからね、やばいよ。なんとかでも PCR 検査も通ってよかった。急げ急げ急げ。これ勝ったわ勝ったわ。うわー、モンゴル空港にトランジットできました。すごい綺麗でね、まあすごい狭いんですけど、あそこにうどん屋さんが、麺屋、麺屋芥川あったりとか、そうなんかすごい綺麗な空港です。でもほんとちょっとちっちゃいギュッとしてるんだけど、とにかく綺麗。お手洗いもペーパーあるし、もうすごいクリーンでした。あそこがイミグレーション。私たちはそのあのトランジットなのであそこは通ってませんが、そして日本人がめちゃくちゃ多いですね。多分元乗り継ぎなんだと思います。パスポートをね乗り換えの時に取られてるけど、すごい不思議なやつです。果たして乗れるのか。